皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。滝沢流ギターの教え方、イエーイって言うと、なんかちょっと大げさな感じがするんですけども、まあ、そんな話をさせていただいております。よかったら参考にしてみてくださいませということです。今回の2本目の動画では、前回お話しできなかったポイントについて、つらつらお話をさせていただこうかなという感じでしょうか。とりあえず順番にいくと、1、できる気にさせる。まあ、これについては、前回の動画でお話しさせていただいたので、まあ、そんな感じです。その相手の方にね、ああ、こうやってやればいいのか、うう、俺にもできそうだみたいなふうに思ってもらうことがとても大事だよと。自分の知識とか技術とかをひけらかすんじゃなくて、ちゃんとこうね、できそうだと、俺にもできんじゃねえかと思ってもらうことが大事ということです。まあ、そのひけらかすというか、ちゃんとこうできる人なんだよというアピールをして、信頼してもらうことも大事ですけれども、まあ、あんまりトゥーマッチは良くないよということでした。それで、2つ目になるとかなり具体的になってくるんですけれども、メモを取るということです。もしくは取ってもらう。どっちもいいです。書いてもらってもいいですし、自分が書いてもいいです。どっちもいいです。それで、まあ、文章とかその文字とかでメモを取ることももちろん大事なんですけれども、やっぱりギターなんで楽譜を使っていただくとすごく良いかなと思います。概要欄のところにこういう6線譜を置いておきますので、よかったらこちらプリントアウトして使ってみてくださいませ。それで、楽譜を書くっていうと、なんかね、うお、楽譜読めねえしみたいなふうになるじゃないですか。で、別にあの、ね、楽譜の読み書きとかできなくてもいいんですよ。タブ譜ってもう皆さんご存知の通り、数字が読めればある程度把握できる楽譜なので、数字の読み書きができればいいんです。もう本当に。なんか普通に、なんだろうな、なんかじゃあこんなフレーズ練習してみようかみたいな感じでこう数字を書くじゃないですか。で、本来ならば、この上に、旗と呼ばれる8分音符とか16分音符とか、なんかこんなのを書けた方がもちろんいいんですけれども、まあ、書いた時点で読めるかどうかというのと話は別ですし、またこういうのを正しく読み書きする技術というのもまた、ね、別途必要になってくるので、もうそんなのをすっ飛ばしていいと思います。単純にどこを押さえなければいけないのかという数字だけメモできれば全然 OK です。それで、いろんなフレーズを練習していって、でまあ、その相手の方、なんかまあまあ、こういうとあれですけれども、まあ、生徒さんとしましょう。生徒さんとしましょう。まあ、その生徒さんはその、ね、紙を持ってその家に帰るわけじゃないですか。で、紙を見て、今日やった内容、練習した内容がすべて思い出せるように、ちゃんと細かくメモを取ってあげるとすごく良いかなと思います。で、僕の場合は、上の方にその数字でそのメモ書きというか、まあ、そのどこを押さえなければいけないかみたいなのを書いて、文章とかに関しては下の方から書くようにしております。例えば、なんかこう、なんか力まないとか、なんかフィンガリングはこんな感じで、フォームはこんな感じで、ピックの持ち方はこんな感じでとかって、なんかそんな感じで文章で書いて、上の方から数字をバーッと書いていくという感じでしょうか。で、まあ、一応僕はその仕事柄、まあ、ちゃんと楽譜の読み書きができるので、まあ、ちゃんとこう旗つけますけれども、でもまあ多分この旗読めてる人はそんなにいないと思うんで、まあ、別に書かなくてもいいかなと思うんですけどね。で、まあ、皆さんの場合はその読み書きができれば話は別ですけれども、もし楽譜の読み書きができなくても、この旗とかは書かずに、もうその数字だけ書いていけばいいかなと思います。それで、その概要欄のほうからそのダウンロードしていただくとわかるかと思うんですが、この線がちょっと灰色っぽくなっているんですよ。これが真っ黒だと、その書いたときにその、ね、自分が書いた線とその実線が、その印刷された線が混じってしまってよくわからないというふうになってしまうので、ちょっと灰色っぽくしたりとかしています。それで、僕は数字に関してはシャーペンで書いています。ボールペンで書いてもいいんですけど、間違ったときはめんどくさいので、シャーペンのほうがいいかなと思います。で、2B とか 3B とか、ちょっと濃いめのシャーペン使っている方いらっしゃるかもしれないんですけれども、こういうのに関してはもう HB ぐらいがちょうどいいと思います。なんでかっていうと、結構その、ね、擦れたりとか、くしゃくしゃにしちゃったりとかするじゃないですか。そうすると、結構汚くなるんですよ。なんかそのね、あの鉛筆じゃないか、そのシャーペンがね、その擦れたような感じの、なんかこう全体的に真っ黒な感じですか。なんかそうすると、すごいモチベーションが下がるので、ある程度その芯は硬い方がいいかなと思います。なので、HB のシャーペンを使って数字を書き込んでみてください。で、僕の場合はなんですけれども、運指は赤色のボールペンで書くことが多いです。で、ピッキングに関しては青色のボールペンで書くことが多いです。なんでかっていうと、その運指とか、なんていうんですかね、ピッキングの記号とか、全部シャーペンで書くと結構ごちゃっとなるんですよね。そうすると、なんかこう見づらいの
って、まあ、色分けして、できるだけその、ね、あの情報量、情報を整理して見やすくというふうにこう心がけておりますが、まあ、その辺は皆さんでアレンジしていただいて大丈夫です。僕の場合は、数字はシャーペンで書いて、運指は薬指とか中指とか、そういった運指に関しては赤で書いて、でピッキングに関しては青で書くという感じです。アコギの場合も一緒ですね。あのこのフィンガリング、まあ、この PMIA の、その運指記号というんですかね、指記号に関しても青色で書いているような感じです。で、まあ、皆さんのほうであのこの PDF の扱い方がわかるようでしたら、この、ね、線の濃さとかも全然調整していただいて大丈夫なので、まあ、その辺は自分がやりやすいようにやってみてくださいませ。ということです。そんな感じで工夫をしながらメモを取ってもらったりとか、取って、自分で書いて、その相手の方に渡して、まあ、家で練習してもらうことがとても大事ということです。で、その次、録音をするということです。うちに来ているその生徒さんの中には、本当レッスンスタートしたら録音ボタンをポチッと押して、レッスン丸々録音される方も結構いらっしゃるんですけれども、僕が言っている録音するというのは、お手本トラックを録音する、もしくは録音してもらって、お家に持って帰ってもらうことです。そのメモを渡すじゃないですか。で、この相手の方はその、ね、お家で練習するわけですよね。でも、このメモをうまく弾けたときに、どんな音がするのか、どんなフレーズになるのかと。なんかそういったイメージを持っている、持っていないでは全然その効率が変わってくると思うんですよ。なので、その自分が一回そのフレーズを弾いてあげて、この楽譜をうまく弾けた場合は、どんな響きになるのかということをちゃんとイメージを持ってもらうために録音するということです。まあ、最近はそのこういうスマートフォンとかがもうむったくそ便利なので、こういうものに録音するのもすごく良いかと思います。生徒さんがもしスマートフォン、Android とか iPhone とか使っていらっしゃるようでしたら、ちょっと録音させてと。一言言って、録音アプリを立ち上げて、で、ポチッとやって、自分がそのお手本を弾いて、で、ポチッと録音を停止してお渡しすると。で、生徒さんはそれを聞きながら、楽譜を眺めながら、この楽譜をきれいに弾ければ、うまく弾ければ、こんな音がするのかというイメージをしっかり持ってもらうわけです。あとはその、サウンドクラウドというそのホームページを使うのも、サイトを使うのもすごい面白いかなと思います。サウンドクラウド。なんかこういうサウンドクラウド .com というホームページがあるんですけれども、YouTube みたいな感じなんですが、なんか YouTube の映像がない版みたいな、本当音源版みたい なんかそんな感じです。結構僕はその iPad の操作が比較的得意だと思うので、まあ、その練習素材みたいなのを iPad で作ったりとかよくするんですよ。例えば、この間だったらその小学校4年生の男の子がいるんですけれども、小学校4年生の男の子が、まあ、メロディの練習を始めたんですよ。単音でペン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 つって。で、その男の子がそのお家で練習するために、iPad でそのドラムを打ち込んで、ベースを打ち込んで、で、自分のお手本を打ち込んで、で、ちょっとこのキーボードとか入れたりとかして、サウンドクラウドのほうにこうドカンと乗っけると。で、その男の子は、小学校4年生のくせにちょっと生意気で iPhone 持ってるんですよ。で、まあ、その男の子の、ね、iPhone をちょっと貸してみたいな感じで。で、その URL を入力して、このホーム画面に追加して、で、次からギター練習するときは、このホーム画面にあるここのボタンを、ね、タップすれば、そのお手本が流れるから、これと、ね、聞きな合わせて、聞きながら練習したりとかしてね、みたいな感じでやると、すごく練習しやすいじゃないですか。で、当たり前ですけれども、そのスマートフォンとかはすごいもう個人情報の塊なんで、そのね、ちょっと貸してみたいな感じで自分だけが見えない、自分だけが見えるようにこんな感じで操作してたら相手の方もすごい嫌がると思うので、ちゃんと画面を見せながら、僕は今こんな操作をしているよということを、ね、この見せながらやることもとても大事かなと。思います。で、ホーム画面に追加して、練習しやすいように、イメージをつかみやすいようにするということです。まあ、もっとライトな感じだったら、さっき言ったように、まあ、録音して持って帰ってもらうのが一番ライトなんですけれども、もし iPad とか得意でしたら、そういうのも使ってみるのもすごく面白いかなと思います。実際、やっぱね、そういうお手本トラックとかがあったほうが、なんか練習していても楽しいみたいなので、そういうのを作ってあげるというのも、まあ、できる気にさせる道への一つかなと。という感じでしょうか。で、まあ、名プレイヤーと名コーチ。これはまあ前回も言ったんですけれども、まあ、本当にうまい人が、すごくうまい人が、めっちゃ教えるのがうまいとは限らないという話ですよね。うん、まあ、皆さん、今、動画をご覧いただいている皆さんの中で、そのギターを教えるきっかけができたと、環境ができたと、まあ、するじゃないですか。で、俺、そんなうまくねえけどなというふうに思ったりとかもするかもしれないんですけど、まあいいんですよ。そんなもんです。そんなもんです。ぶっちゃけ僕も自分のこと全然うまいとは思えないですし、なんかこんなんでいいんだろうかって、なんか常にこう日々苦悩するような日々ですけれども、でもまあね、その一緒にこう楽しんでもらうみたいな気持ちに関しては、まあ負けないと思いますので、
そんなうまくねえけども、別にそんな教えるのもうまいとは思わないけれども、でもまあ一緒に楽しむことは好きなので、まあこれはまあ別物と。名プレイヤーと名コーチは別物だというふうに僕も思っておりますので、皆さんもそう思ってくださいませ。で、その次、したかしない。これは僕の個人的な皆さんへのお願いという感じです。知らないは知らないってちゃんと言いましょうということです。できないはできないで OK。でも、ちゃんとできないとか、その知らないとかって、なんかこの見栄を張ったりとかしたい気持ちもわかるんですけれども、あんまりそういうのはよろしくないかなと思います。変な知識がなんかこう蔓延してしまったりとか、なんかね、そういうことにしかねない、しかねないので、なりかねないので、ちょっとこう気をつけていただきたいです。ちょっと、なんて言うんだろうな。こんなこと言っていいのかわかんないんですけれども、へいへい、俺何でも知ってるぜ、へいへい、俺は何でもできるぜ、みたいな人ほど、ちょっとうさんくさいイメージみたいなのが、ちょっとあるんですよね。なんで、まあ、その知識に関してはね、知らないは知らないでいいと思います。技術に関してもできないはできないでいいと思います。ただ、その、例えば、生徒さんからなんかこう三元スイープをやりたいんですけれども、みたいなことを言われたとするじゃないですか。で、三元スイープについてちょっとこう調べたりとかしてもいいですし、もし知識として持っているようでしたら、メモにまたこうね、その手順とか書いてお渡しする感じでもいいですし、で、俺はうまくできねえけども、こんな感じらしいよと。俺はうまくできねえけども、よく知らねえけども、こんな感じだって、このサイトに書いてあるとか。ただそんな感じでも別にいいと思うんです。ただそこで、俺はできると。なんか言い切ってしまうのは、ちょっと、なんかこう、あれかななんていう、なんかそういう僕からのお願いです。知らないは知らない、できないはできない。で、全然いいと思います。で、まあ、最近はそのね、YouTube っていう便利なサイトもありますので、三元スイープをやってる人とか、うまくできてる人とかをもし見つけたら、俺はうまくできないけども、この人とか見てみみたいな感じで、こんな感じじゃない、こんな感じじゃないなんつって、相手の方とディスカッションしてみるのもすごく面白いと思いますし、あまり見栄を張りすぎないように、ちょっとお願いしたいなという感じです。で、あともう一つ実はありまして、さっき自分のメモには書いたんですけれども、なぜか1本目の動画ですごい大事なことを書き忘れました。もう1個あります。すごく大事なことです。あ、漢字書き順が。ああ、ミス。相手をよく見る。ということ。これが何気にとてつもなく大事です。相手をよく見る。そうだな。まあ、エレキギターのときも、アコギのときも全く同じ共通のことなんですけどね。例えば、ギターを弾いてるじゃないですか。で、こうあるフレーズにチャレンジをし始めましたと。で、こっちはできるけれども、僕はできるけれども、相手の方がなかなかできないなんていうシチュエーションはもちろんね、たくさん生まれるわけで。で、そのときに、なんでお前できねえんだよなんて言ったりとかせずに、なぜできないか、原因をこの探ってあげるわけですよ。相手をよく見る。で、僕がよく実践しているのは、その相手の方、できないって言っている方のフォームを真似することをすごくよくします。親指の位置はどこにあるのかなとか、指使いはどんな感じかなとか、このギターの角度はどうなっているだろうか、姿勢はどうなっているだろうかとか、だからそういったものを一つ一つ細かくチェックしていって、こう真似をしたりとかすると、あ、ここがあんまりよろしくないかもしれない、なんていうポイントが見つかったりとかするんですよ。で、そういうのを見つけたら、その相手の方に、あ、ちょっといいですかみたいな。なんか今ちょっとこんな感じでやってるじゃないですか。でもそうすると、ここのところがこうでね、うまくできないと思うんで、こうした方がいいですよ、なんて。そうするとすごい楽しいに、わあ、できたなんつって。なんかそんな話をいつもしているんですが、まあ、相手をよく観察して、なぜできないかをこう探ってあげるっていうことがとても大事です。あと、大きな鏡とかもし用意できるようでしたら、そういうのを利用するのもすごい役に立つと思います。大きな鏡がありますよね。で、僕とその相手の方が同じ方向を向いて一緒に練習をするわけです。で、その僕の姿と自分の姿を見比べてもらって何が違うだろうかと、どういうふうにしたら同じ感じになるかなっていうのをそこを探ってもらうわけですね。もちろん僕からそのアドバイスすることもあるんですけれども、ちょっと僕の真似してみてねみたいな感じでレッスンすることも全然あります。そうすると生徒さん自身も、あ、やっぱ先生とこれが違うなとか、なんか、あ、ちょっとこの辺こうなってるのかなとかって、いろいろ模索したりとかできるので、なんかそういうのもすごく良いかなと思います。自分自身のフォームをチェックしてもらうという意味でもすごくいいですね、その鏡を見るというのは。まあ、そんな感じで相手をよく見るということです。で、これのメリットとしては、他にもまだまだたくさんありまして、なんだろう。僕の話でいくとすると、僕がまだこの生徒さんが20人とか30人ぐらいの頃って、まあ、一応相手をよく見ているつもりだったんですけれども、今考えるとあんまり見れてなかったなと思うんですよ。で、それを象徴するエピソードとしては、その20、30人の頃って僕全部そのノートを書いてたんです。
ルーズリーフとかにそのお名前書いて、日付書いて、今日はこんな内容だった、次回はこんな感じの課題ですと。で、またそのレッスンがあるたびにこうバーバーバーとこう、ね、メモをしていたんですけれども、まあ、30人を超えたあたりからそれもなかなかラチが開かなくて、まあ、今現在はそういったメモは一切、取らないようにしております。取らないようにというか、まあ、取ってません。でも、一時期はその生徒さんが100人超えたりとかしてたりとかあったんですけれども、大抵はもう、大体8割9割はその前回何のレッスンしたかというのを覚えています。なんでかというと、やっぱ相手をよく見ているからなんですよ。そのフォームを真似したりとか、その人 の, その趣味だったりとか、思考だったりとか、その癖だったりとかをすごいよく見ているから、この人はこういう癖を持ってて、こういうところを俺はちょっと改善してほしいなと思っていると。で、その改善するために、じゃあこんなフレーズを作ってみようみたいな感じで練習フレーズを作るわけじゃないですか。で、自分が見て作っているフレーズだから、まあね、そのいつ見てもやっぱり似たようなのが出てくるわけですよ。で、その次のレッスンのときに、またお会いしたときに、あ、この方、確かこんな感じのレッスンしたはずだっていうふうにこう、ね、すごく思い出せるわけですよね。で、その前回のときのそのイメージと現在の姿をちょっとこう、ね、頭の中でこう比べたりとかしながら、あ、この辺改善できましたねとか言ったりもしますし、全然変わってないですねなんて言ったりもしますし、まあ、単純に練習できてないときもやっぱ皆さんあるので、あ、やっぱちょっとそこがやっぱダメですよ、あははーみたいな。ことを言ったりもしますし、まあ、そんな感じで相手をよく見ていれば、そのレッスン内容とかも忘れないし、その辺はすごくいいんじゃないのかなと。自慢じゃないですけども、3ヶ月ぶりぐらいにやってくる方とか結構覚えてますからね。あ、この人前回これやったわとかって結構パッと出てくるんですけども、まあ、それはひとえに相手をよく見ているからなのかなとは自分では思います。そんな感じです。どうでしょう。バババとお話をさせていただきました。1、できる気にさせる。相手に、あ、俺もできるぜというふうに思ってもらう。で、メモを取る。楽譜書けなくても大丈夫です。数字が書ければいいんですよ、こんなん。で、そのメモを家に持って帰ってもらって、今日レッスンした内容とか、練習した内容をちゃんと思い出してもらえるようにたくさんメモを取るということです。で、3つ目は録音。お手本を録音するということもそうですけれども、ご自身の、その相手の方のご自身の音を録音して客観的に聞いてもらうというのもまたこう、ね、面白いところですよね。そうすると、ああ、俺、できてるつもりだったけど、全然できてないじゃないですか、みたいなこともなったりとかするんで。でしょ、でしょ、でしょ。で、これね、なんかそういうふうになっちゃう原因としてはね、これとこれがね、みたいな感じで。またそこで、このね、その上手くなるきっかけというか、上達のポイントもたくさん出てくるので、録音はかなりマストって感じです。で、まあ、この4つ目の名プレイヤーと名コーチは別物だよというのは、ちょっとメンタル的な話ですね。で、5つ目の知ったかしないは、僕の個人的なお願いでございます。なんかこうね、ひけらかすようなことはあまりしないようにしましょうということです。で、最後はその相手をよく見るということです。さっきも言いましたけども、ここがもうめちゃくちゃ大事です。相手をよく観察して、で、ちょっと真似したりとかして、何が良くないのか、どこを改善したいのかをしっかりとこの見抜いてあげるといいますか、してあげるわけでございます。はい、どうでしょう。何とか分かっていただけましたでしょうか。で、まあね、あんま関係ない話なんですけれども、なんかこんな話をすると、今更ですけどね、今更ですけれども、こんな話をすると、竹原さん、こんなに、ね、インターネット上でそんな話していいのかいと、そんな話を無料でもう公開しちゃっていいのかいなんていう方が結構、まあ、ちらほらいらっしゃってくださるんですけれども、まあ、お気遣いはすごく嬉しいんですが、まあ、全然気にしないというか、うん、気にしてません。大丈夫です。むしろなんかこういう知識を、ね、たくさん広めて、なんかこうね、ギターの人口、ギタリストを増やしていただけるとすごく嬉しいなって感じですか。自分 の, その根本的なこととしては、やっぱりこの、メールが来ました。自分の根本的なこととしては、やっぱりこのギターをたくさん触ってもらうとか、その音楽の楽しさをたくさん知ってもらうとか、そんなことになりますので、そのためだったら別にね、そんな無料とかでは別に構わないですし、まあ皆さんもね、そのこのギタリスト蔓延、この啓蒙活動といいますか、にその一緒にご協力してくださるとすごく嬉しいです。で、まあ、別にそんなね、その情報なんていうのはこんなに別にそんな価値があるものだとは思ってないんで、もし皆さんがギターを教えるきっかけになったら、こういう話をするきっかけになったら、まずギターを教えるっていうのはな、ちょっとできる気にさせることが大事なんだよみたいな感じで、その伝達をなんかこの偉そうに言っていただいても全然大丈夫です。ちょっとね、その相手の方がこの動画を見たことがあったら少し恥ずかしい感じですけどね。まあ、そんな感じで6つのポイントなんかをお話しさせていただきました。まあ、結構動画も長くなってきたので、まあ、この辺で終わりにしようかなと思います。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。あはは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 。